はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、ということですね。さあ、やってまいりました。ということで、AXG さんたちから、ついに、新しい、もろもろ出てまいりました。ということで、今回ですね、YouTube にまず上がっています、へそのお、ザ・ニュー・ DNA。こちらを見ていきたいな、というところでございます。収録ボタンは、ファイ、ということで、で、これを、一旦撮った後にインスタグラムにもどうやらお写真がですね、イメージビジュアルイメージみたいなものが出ていらっしゃるというところでございます。で、ロゴがね、また新しく変わったりっていうところもありまして、一体どういう仕様になっているのかという、だからガールギャングはそういう意味で言うと結構もう本当に単発のあのアイコンというかデザインだったんだなというか、もうすぐに切り替わったじゃないですか。すごい準備してあると思いながら楽しみにしているところでございます。それでは行ってみたいと思います。へそのお、レッツラーゴッツ。わあ。Welcome.遅い。あ、ごめんなさい。なんかすごいゆっくりしてると思ったら速度が 0.75 だったので、もう一回やらせてください。失礼いたしました。そうよね。ちょっと待ってくださいね。エッセンシャルさんじゃないんですよ。まず、待って、何これ。生まれるということ。いや、もうちょっと待って、普通に、世界観よね。母の中ってことでしょ。母なる大地、母なる海、母は強し。母というワードにはもうとんでもないほどのやはり意味が込められてるわけじゃないですか。その受け継がれし DNA というか、うわ、だから The New DNA ってこと。なんか鳥肌立ってきた。みんなの爪が長いところ、その長い眠りに入ってるから、まあ、髪の毛とかもそうですし、爪も伸びていくわけですよね。爪って切らないと日々どんどん伸びていくって言いますもんね。自殺は衣装がまた何か素敵ね。ひなたつあん、なんかみんなの髪の毛も少しウェットじゃなくてウェットよね。いやー、なんかアビーちゃんちょっとこの髪の毛の無造作な感じというか、絶妙なちょっとこうなんですか、整ってはないですよね。綺麗にピターってなって、その韓国ドラマあるあるじゃないです、おはようってやった時にメイクバッチリになってて髪もサラッサラになってるっていうあの状態ではなく、本当にだからその中にいたのならばというか、うわ
わー、なんかロード・オブ・ザ・リングに出てくるエルフの女王みたいな感じなんですけど、わかります？この感じ、ジュリアちゃん。マジ？なんかもう、あの、眠れる森の美女とかいう、その眠る領域じゃないわけですね。ガチな、その、へその緒で今、しかもこれ繋がってる状態ですもんね、みんなが。で、ここよ。マーティンちゃんのここのところで、あおーって言ってますよね。ハウリングですよね、だからね。狼。マーティンちゃん。でも、シンプルに皆さんのその、瞳をつぶっている、目をつむっている横顔が皆さん美しい。本当に。これ撮影の時はちょっとは休めたかしら、ここでね。忙しいでしょうからね。少しでも、ここで少しでもね、あの、休みが取れたらな、なんて今ちょっと思ってしまった私は。どういうことかしら。うわー、ココちゃん。でビハインドでもちょっと寝てたシーンあったじゃないですか。ココちゃんが寝てるとなんかね、心が落ち着くのよ。ココちゃんが寝てると、ちさちゃんが寝てるのもそうなんだけど、なんかこう目をつむっている状態、休んでいる状態を見ることによってこっちも休まるという、なんでしょうね、この疑似体験じゃないですけども。ってなってくると、わしらももしかするとこれはこの DNA というザ・ニュー DNA という世界にもう今入ってるっていうことですもんね。安らぎを得ている、もしやこのへその尾によって。ここちゃん、いいいい。そしてその瞬間よね。うわー、いやーもうだって細胞よ、 DNA って言うけれども、やっぱりまあでもそうですよね。この螺旋なわけですよね。XG さんたちのもうコンセプトというか、大元というか。それを考えたらこっちに行くのはそうだよな。どんどんこれ、潜ってってますね。いい方向に。そこにスポットを当てていくじゃないですけれども、すごく画期的なコンセプトだと思う。ここまで来ると。もう今コンセプト二大巨頭みたいなところで言って、ニュージーズちゃんとなんか XG ちゃんみたいな、そのぐらいなんかその、なんです、ちょっとプロデューサーさんたちの思想みたいな部分とか考え方とか、まああとはその、なんでしょうね、やっぱ強めの、うん、まあでもそれがありますよね、思想がね。で、ミンヒジンさんもそうですし、サイモンさんもそうですし、とりわけ XG ちゃんたちのそのなんでしょうね、やっぱり根っこにあるものとか、宇宙をこう感じていくものだったりとか。で、ガールギャングの時に思いっきり宇宙に飛んだじゃないですか。で、思いっきりその今度 DNA っていうところにギュって絞りに行くっていう。ただでもこの DNA とかも手塚治虫先生とか、あの作品見てるとありましたよね、過去に。あの、まあ、手塚治虫先生の作品も全部過去なんですけれども、細胞みたいなものって、まあそのこうやって皮膚を見ていく、このギューって顕微鏡でこうグーって奥に見ていくと、小さい細胞がどん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 こう見えてくるわけですよね。だからこう皮膚一個取っても、その中にすごいたくさんの細胞があって、でその細胞の中の一つをまた一つずつ見ていくと、その中にもすごい細胞があってみたいな。だから要するに宇宙というか銀河系みたいな感じですよね。宇宙もそういうことですもんね。太陽系があって、で、その太陽系からもうちょっとグーって引いた時に、いろんなその惑星とかがあって、一つの宇宙でっていう、その広大な宇宙が何個もあって、で、もう一個のなんか一個の細胞みたいになってみたいな、それを感じています。そういうことを、多分、これから作品を通じて、その、まあ人間というか、まあその生き物みたいなところと、あとはその、この我々の、頭上にある宇宙というものの関係性みたいなものを、紐解いていくじゃないですけれども、そこから物語の着想を得ていき、作品に落とし込んでいくっていう、すごい体験だなというか、で、それを、この XG ちゃんたちを通じて、我々は目の当たりにしていくわけですよね。すごいな、そう考えると。
めちゃくちゃ壮大であり、めちゃくちゃミクロの世界であり、めちゃくちゃマクロの世界でありっていう。これはね、いけすぎてますね。まあ、本当に、今まで SF の巨匠たちが描いてきた作品、映画とかドラマとかでありますけれども、長年やっぱりその受け継がれてきてる SF ロマンみたいなのあるじゃないですか。それがついにこう、アーティストの方たちの大きな幹として作用していくとなると、これはちょっとやばいんじゃないか。で、これなのよ。ちょっと今、YouTube の画角で見ちゃって、録画しちゃってるんであれなんですけど、ちょっとこれも見ていきたくて、CD のジャケットですね。で、これが X バージョンですね。いや、X バージョンも G バージョンもどっちも買います。こんなもうかっこいい。だらー、すげえ。これがついてるのねみたいなのが全部わかるわけですよね。これで。なんてこと。凝ってますねー。わ、自負になってるのかな、これ。ループしてるわ。いやー、わー、これ、あ、これ。もう理科とか生物とか真面目にやってなかったから、本当に今やっとけばよかったって思うわ。こういうの見ると。この螺旋構造のやつ見ると。待って、XG ちゃんたちなんか起き上がってなかった、今。気のせいかな。色味かっこよー。うわー。これが X バージョンで、これはひなたちゃんで、これよ。XG がこの細胞ですよね。くー。このプレパラートって言うんですっけ。いやー、いけてるなー。そしてトラックリスト、へその緒っていうタイトルがある。きゃーすいません、大きい声でした。で、X-Gene っていうのがありますね。で、ガールギャング、TGF、ニューダンス、パペットショー。なーにーなんですって。行き過ぎてません、このサイエンスな感じとか。うわ、これとかあのレーザーでプレパラートにピーって打ってくやつじゃんみたいな。いやー、これは細胞でこうやって覗くようでしょ。これ覗いてったらへその緒的なあれ？これ G バージョンだ。もうかっこいい！ジャケットのセンスが。わー。わー。わー。手に取りたい。この光沢感。すごいわね。G バージョンは何が入ってるのかしら？それはわからないのか。あのパカウィーンっていうのはないのか。でも G バージョンはリミテッドファーストエディションっていう風に書いてあるから、コンテンツ的にはフォトブック、おー、72ページもついている。 CD とリリックシート、歌詞カードとタトゥースティッカーがあるよ。え？タトゥースティッカーがあるよ。タトゥーシール的なあれかな。トレカでしょ。ロゴスティックセット、え、めっちゃ続いてる。ほー、これはデジタルジャケットの方で、で、これは、あ、待って、でも、あ、そうか、もう別なのか。78ページによるフォトブックとタトゥースティッカーとトレカとロゴスティッカーと、あ、別バージョンがあるんだ。2 pieces って書いてある。 pieces は species じゃない、2 piece よね、そういうことよね。で、これよ、やばい、なんか、うわー、なんか写し方、これすごー。本当に、どの距離感で撮ってんでしょうね。細胞になって、あ、待って、なんか、あ、起きた。まだ目をつぶってるけれども、これ、目覚めの時ってことじゃないですか。あー、目が開いた。目が開きました。目が開きました。待って、はあ、刻一刻と迫ってきてるわけですね、その時が。これさっき見たやつよね。そうよね、はいはいはい、インスタグラムバージョンね。で、これは、はあ、起きてる。この
目元にちょっと水滴じゃないですけど、本当に綺麗でござすになっちゃったよ。ございますよ、本当に。これマーティンちゃんですね。マーティンちゃんも目が綺麗だし、本当にみんな完璧なお肌だし、いやー、ハービッチャー目が合ってますけれども、今もうみんな何なんでしょうね。なんか生まれたての表情をしてくださいって言われてできます？それじゃないですか。だってもう、ちさちゃん、ちさちゃん、ちょっと眉毛の雰囲気とかオーガニックですよね。あら、ココちゃん、ココちゃん起きたのね。ココちゃんおはよう。ジュリンちゃんおはようございます。おはようございます。あら、ひなたちゃん、ひなたちゃんは目線は合わせない。あれ、でも最初にいたのはジュリアちゃん。あ、こっちジュリアちゃんか。そっかそっか、エルフね、エルフの女王レゴラス。エルフの目には何が見える。はあ、すごいですね。ちょっと感じ、すいません。いやー、とんでもねえでごわすね、本当に。もう毎作品ごとに絶対にまず驚くんですよね。驚いた後に一つ一つ見ていきながら感動するという、もうだから脳がビクってなるんですよね、本当に。シンプルにエクスジュータンたちの新しいものを見るたびにもう脳がビクビク、シナプスがうーってなるので、非常に楽しいですね。はい、ということで、ちょっとね、もうちょっとね、見ていきながら僕、またちょっと、ああ、いいなーって眺める時間を設けたいなというところでございます。皆様の感想もぜひぜひ、下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございます。あとね、ガールギャングも目指せ1000万回ですからね、回しているところでございますので、皆様ぜひぜひ、ミュージックビデオの方もブンブンに隅回していただけたらなーなんていうふうに思うところでございます。木曜日がね、ガールギャング出てまいりますので、M カですね、楽しみにしていきましょう。ということで、現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、スイッチ。